はい、先生こんにちは。カイロの本当のところの古谷です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて、本日の動画なんですけども、バックトゥーベーシック、2ですね、古藤先生のテクニックですけども、やってみました動画ということで、今回動画公開していきたいと思います。よろしくお願いします。今回のバックトゥーベーシック2ですね、前作のバックトゥーベーシック1ですね、上肢編でしたけども、今回はですねバックトゥーベーシック2は下肢編ということで、足根骨とか足関節、そして、経皮関節とか膝関節とか、まあ、下肢の関節を中心にですね、関節の、まあ、見方ですね、そして施術という形で、バックトゥーベーシック公開していただいております。で、私の中でですね、今回の古藤先生のバックトゥーベーシックすごいところということで、今日はねちょっとお話ししていきたいと思います。このお話の後にですね、やっていました動画やっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、B2B ちょっとこれ訳してますけどね、もうすでに、バックトゥーベーシックのすごいところということでもう書いちゃってますけども、まず一つ目ですね、ちょっとこっちから読んでいきます。すべての技術の基礎になるということなんですけども、もうあの1を持たれている方分かると思うんですけど、この古藤先生の、ね、バックトゥーベーシックっていうのは、まあ、本当にあの基礎中の基礎になってきます。しかしですね、この基礎中の基礎といってもですね、やっぱ基礎もですね時代に合わせて変わっていくんですよね。で、私たちが勉強した時っていうのはもう本から全部こう、まあ、先生に教えてもらったりしましたけども、基本中の基本をやっていきました。この関節はこういうふうに動かすんですよという形で、で、逆にですね、まあ、私の場合は専門学校の方できっちりそれをね師匠の方から勉強をしてきましたけども、古藤先生もねそうやって自分の師匠というか関節の師匠がいるみたいで、しっかり教えてもらったみたいです。で、実はですねこの関節、特に四肢ですね、これがねあんまり皆さんやられてない方多いんですね、まあ、あの細かな関節ですからね、なかなかこう見づらいっていうのもあるんですけども、実はですねこの関節、四肢の関節をしっかり見るっていうことは体を治していくことってに基礎中の基礎なんですね。で、これを意外と見逃している方、先生方多いんです。まあ、あの昔の手技療法で言えばですね、意外とこうちょっと言葉悪いんですけど、ざっくりなね、全体をこう直していくというような感じで、関節とか細かい箇所あんまりこだわりがなかったりするんですね。しかしですね、やはりどこに問題が潜んでるかわからないんですね。ですので一個一個ちゃんとを見ていくということが重要になってきます。で、私の中で一番考えていることは物差しです。例えば左と右比べてこの関節はこうだなとか、なんかこの関節こっち側の方に行ってるなとか、ちょっとこの関節違和感あるよなとか、そういう物差しを持つってこと大事なんですね。その物差しを持たないと何が良くて何が悪いのか分かんないですから、それを物差しを持つということでこの全ての技術の基礎になるということです。チェックできますからね、自分の持っている技術、例えば先生が勉強した技術が良くなったか悪くなったのかっていうのもチェックできます。この B2B の関節を調べるテクニックを持てば、何が悪いのかっていうのが何がいいのかって本当に分かるんで、この技術の基礎になるということで、ここの部分すごく重要なんで、ここを覚えておいてください。で、2つ目、そのまま施術になるということなんですけど、私もですねこれ実は師匠から教えてもらったんですが、脊柱と骨盤の中でモーションパルペーションってあります。私の基礎っていうのはモーションパルペーションなんですよ。で、このモーションパルペーションっていうのはこれ面白くって、モーションパルペーションって、まあ、いわゆる動的触診なんですけど、この触診がですねそのまんまやってると施術になってくるんです。つまり、動かしてる間にちゃんと関節が動いてくるんですね。で、このモーションパルペーションから、モビリゼーション、いわゆるモビライゼーション、ごめんなさい、モビライゼーション、関節をちょっと振動を与えながらこう動かしていく方法とか、スラストとか、まあ、例えばもうちょっと大まかに分けると関節法とそれが直接法ってありますけども、そういったものに派生していくわけです。ただ動かしてるだけでも関節に刺激を与えてることになりますから、
これ間違いなくそのままの潜水になるんです。ですからバックトゥベーシックでちょっと皆さん勘違いしている方いらっしゃるかもしれませんけど、関節を見る、関節の見方ではないんですよ。見方だけではないですね。ここなんですよ、施術になるんです。ですから実際今回のバックトゥベーシック2の歌詞のやつ、後から私やってみました動画でやりますけども、その関節を動かすだけでパンとこう体が変わるのをちょっとまあ聞いてですけども、そのモデルさんに聞いてっていう形になりますけども、変化します。これも確実に患者さんでも起こっていることなんで、実際に施術になるということをこれ、非常に覚えておいていただければと思います。はい、で3番目ですね、これ重要です。他の技術の精度が上がるということなんですね。今回バックトゥーベーシック2もすごくそのコンタクトをここにするとか、動かし方とかっていうのにすごくイメージが頭に入るんですね。でその関節をイメージできるっていうことはどういうことかなんですよ。他の施術も関節のイメージを持つことによって絶対に精度が上がるんです。角度が上がるんです。これも先生イメージで分かりますよね、感覚的にね。多分今までやってきたから分かると思うんですけど、やってこられたから分かると思うんですけど、やはり、そういったイメージ意識を持つということだけで全く施術効果が変わってくるってことなんですよ。これは本当にあのバックトゥーベーシックというよりももう施術全体の考えですよね。はい、ですのでこのバックトゥーベーシックっていうのはもうこういったこの3つのことっていうのがしっかり入ってますので、ぜひねこの3つを、まあ私の中では本当にこの3つ、もっといっぱいあるんですけどね、この3つが私の中で代表的にバックトゥーベーシックがすごいところだというふうに思います。はい、ということで、まあ、ちょっとこの3つを紹介してまいりましたけども、今からですね、まあじゃあバックトゥーベーシックで本当になんか体改善するのというか、本当にそれ関節動かしただけでいいのという感じ、ちょっと今からお見せしたいと思いますので、ぜひね、この後もやってみました動画見ていただければと思います。はい、ということで、B2B2 のですね、やってみました動画今からやっていきたいと思います。まあ散々ねさっき、すごいところというのをお話ししましたけど、今からね、まあやってみましたで、B2B が関節を見ているだけじゃなくて精通になるんだというところをちょっとお見せしたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。ちょっとこちらに立っていただきて、はい、 OK です。はい、で今からねちょっと接地感を聞いていきます。これはね本当にモデルさんの主観になりますので、見た目ではちょっと分かんないと思いますけども、ちょっとお話を聞いていきたいなと思います。ちょっとね、そのままちょっと肩幅に開いてもらって、はい、そうですね、はい、でその状態で、今こうカーペットの上、靴下履いてますけども、カーペットの上、こう地面を感じることができると思います。はい、で、左右ですね、どんな感じか、どういうふうに設置しているのかっていうのをちょっと、まあ、イメージというか感じてください。本当感覚でいいです、これは。はい、で、右は左はこんな感覚だな、右はこんな感覚だなという感じで、はい、ちょっと感じてもらってくださいね。はい、はい、結構です。じゃあその状態で今度は足踏みですね、そのまま普通に足踏みしてください。はい、この感覚もちょっと見といてください。はい、でもう一回ちょっとグランディングでちょっと感じですね。はい、いいですか。で今からですねちょっと右足をちょっと、やっていきたいと思います。で分かるように左じゃなく、左はしません、右の方だけちょっとやっていきますんで、左、特に右の方の感覚をちょっと見といてくださいね。はい、じゃあちょっと仰向けです。毎度のことなんですけども、詳しくはバックトゥーベーシックで、2で、古藤先生が細かくやり方指導してくれてます。どういうふうな持ち方で、どういうふうにやっていくということは本当に詳細に教えて、親切に教えていただいてますので、そちらの方を参考にしてみてください。はい、じゃあやっていきますね。
あんまり喋らずにやってますけど、チャーハンと関節が、あんまりね、ここ実はこの足根骨、どことは言いませんけども、もう分かると思いますけどね、今も調べてたので調べてます。ここになってくるともう患者さんの関節と私の手の私との会話ですよね、なってますね今。基本的によく動いてますね、いい感じです。もっと硬い人いるんですけどね、いい方なのでそんなに変わらないかもしれませんけど、はい、 OK です。よっしゃ、ちょっとね左もやってみましょうか。はい、いいそのままで。こっちはさらにある。今左右差をちょっと調べました。よっしゃ、よし、 OK、 はい、じゃあちょっと一回立ってみましょうか。で一回ちょっと一回立ってもらってはい、でまあちょっと右をだいぶやったんですけど、左よりも右の方がやっぱりちょっと少しだけ動きが悪かったんで、まあ、正常範囲内だと思うんですけど、今感覚的にちょっと最初と違いますか、感覚は。最初は足の内側の方で、はい、今右足だけを全体で立って。ああ、なるほどなるほど。だいたいこういうコメント聞かれますね、今の関節の施術をやるとね、はい、ちょっと足踏みしてみましょうか。まああまり感覚変わらないかもしれませんけどもね、はいはいはい、でもう一回ちょっと立ってもらいましょうか。やっぱり左と右ちょっと感覚違う感じですか。右の方がやっぱり踏みやすい。あ、踏みやすい感じですね、はい、はいはい、ということで、まあ、こんな感じでですね、実は関節をこう施術してる、関節をごめんなさい、動かして見てるだけのように見えて、実はちゃんと施術してることになりますんで、これがねバックトゥベーシックの場合いっぱいあるんですね、はい、ですので見てるだけではなくてちゃんと施術になるということで、きっちり足関節、中足骨から足関節、かかとの関節ですね、であったりとか膝関節ですね、経皮関節とかいろんなところを見ていきますので、ぜひですね今回の教材は本当に私の方からお勧めになっておりますので、手に入れていただいて、基礎からなおかつ施術につなげていくような感じで、先生のですね、技術の一つにしていただければと思います。
はい、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。